おはようございます。シネマトグラファーの大畑です。今日はダビンチリゾルブカラーページの複合濃度の使い方というのを紹介したいと思います。複合濃度っていうのは、Adobe Premiere Pro とかでいうところのネスト化っていうような感じですね。でまずはこんな感じで、濃度がたくさん配置された濃度ツリーっていうものがあります。でこれはまあ割と数としては多い方だと思うんですけども、ノードの数が増えていくと整理が大変なんで、どんどんシンプルにしていきたいということで、複合ノードっていうのを使っていきます。やり方としては、例えばここの4つのノードを1つにまとめたいと思ったら、まずはこのツールを選択ツールにした状態で、この4つのノードを選択します。で、選択したらサブクリック、右クリックをしてもらって、一番下に複合ノードを作成っていうのがあるんですね。で、これを押すと1つのノードとしてまとまりましたという状態ですね。で、元の状態に戻すためにはもう一回サブクリック、右クリックをして、上から3番目の複合濃度を展開っていうものがあるんで、ここを押しますと。そうすると元の状態に戻ります。で、この4つの濃度を新たにまた個別に調整したいっていう場合が出てくると思うんですけど、そういう場合は、その4つだけをまた別のウィンドウで開くこともできるんですね。その方法としては、また右クリックしてもらって、今度は上から2番目の複合濃度を表示っていうものがあります。これを押すと、今選択した4つのノードが別のウィンドウで開くことになりました。で、これそれぞれまた効果をここでまた調整し直して、で、元の画面に戻りたい場合は、このパスバーのところにコンパウンドノードっていう表示があるんで、ここら辺、まあ適当にクリックすると、元のノードの画面に移りますと。で、この複合ノードを使うと何ができるかっていうことなんですけど、まあ一つはこのノードの設計図みたいなものをどんどんシンプルにしていくことができるっていうことですね。一つは。で、もう一つはですね、例えば今4つにまとめたノードっていうのは、ある同じ目的で作られてたノードなんですけども、一回ちょっと展開してみますと、これは一つ一つこの人物のライティングをちょっと変えてるっていう効果を、まあいろんな角度からこう4つ作ってるんですけど、これをまとめて照明効果という名前の一つのまとまったノードにして、で照明効果の全体のありなしっていうのをこう一括でありなしありなしっていうのを確認することができるっていう、まあ一つはこういう使い方ができますね。であとは例えばこの照明効果今4つかけたんですけど、さらにその複合ノードに同じ効果をかけていくっていうことができます。どういうことかっていうと、例えば今この効果を半分ぐらいの割合にしたいなと思った時に、このキーのタブに行って、このノードキーっていうのをキー出力っていうところで調整すると、聞き具合っていうのを変えることができるんですね。これを例えば 0.2 とすと、まあ 20% ぐらいの効果になったみたいな感じで、こういうふうに効果をまとめて調整することができたりするんですね。そんなことができるようになるのがこの複合ノードっていうことですね。